第5装甲師団は第2次世界大戦期のドイツ国防軍陸軍に編成された装甲師団の一つである。1935年にドイツ国防軍に最初の3個装甲師団が編成された後、第2波として1938年後半に第4装甲師団と同時期に編成された師団で前日の各師団と共に1939年のポーランド侵攻。 1940年のフランス侵攻に参加し、1941年の秋以降は中央軍集団の指揮下で東部戦線での戦いに従事した。1944年のバグラチオン作戦で中央軍集団が壊滅して以降は北方軍集団の指揮下に入りクールラントや東プロイセンなど東部戦線北部での撤退戦を戦った。 第5装甲師団は1938年11月15日に第1、第2、第3装甲師団に続く国防軍の装甲師団として第4装甲師団とほぼ同時期に編成された。1939年のポーランド侵攻の際にはポーランド南部への侵攻作戦を担当したがこの時には大規模は戦闘は少なかった。1940年5月の フランス侵攻作戦ではベルギーを経由して、フランス北部に侵攻し、フランス降伏までにスペインとの国境付近まで侵攻を続けた。1940年末には他の装甲師団と同様に再編が行われ、第5師団霊下の2個戦車連隊のうち、第15戦車連隊が新編される、第11装甲師団の機関となり、第5装甲師団の指揮下を離れた。 1941年初頭には、第5装甲士団は、ルーマニア・ブルガリア方面に派遣され、ユーゴスラビア及びギリシャへの侵攻に参加した。ギリシャ降伏後、1941年9月頃より、ソ連への侵攻作戦に参戦し、モスクワに向かって前進した。1941年12月にはモスクワまで、 数十キロメートルまで進行したが、ソ連軍の反抗開始により退却を余儀なくされ、41年から42年にかけての冬季期間は守備的戦闘に従事した。1942年の夏季に実施されたドイツ側の反抗作戦であるブラウ作戦には直接参加せず、中央軍集団主機下での防御戦闘を続けた。1943年のドイツ側の 反抗作戦であるツイタデレ,レ作戦においても直接的な攻撃作戦ではなく防御的な戦闘が多かった。クルスク戦以降も撤退戦を続け、1944年のバグラチオン作戦で中央軍集団が壊滅し、第五装甲師団も大きな損害を出した。この五師団は北西方面に交代し、北方軍集団の指揮下に入り、クールラントや 東プロイセンなど東部戦線北部での撤退戦を戦った。第5装甲師団の一部はドイツ海軍により後方への脱出に成功したが、残存部隊は終戦時までクールラントサンビア半島、ヘル半島などに分断され、ソ連軍に包囲されていた。東部戦線において第5装甲師団はソ連軍司令部からドイツ国防軍の中でも盛況な部隊の一つと、 見なされており、バグラチオン作戦以前には可能な限り、第5装甲師団との直接戦闘を避ける指示が出されていた。以下に、第5装甲師団の基本的な編成状態を示す。ありがとうございます。